皆さんも朝方とかやったりしてますもんね。朝方、はい、時間ないときはあの朝4時に起きてこう収録したりとかしましたよね。マジで、すごい。あとちょっと皆さん、はい、もっとツインズ、デッドバイデライトツインズをちょっとやってくださいよ、上げてくださいよ。確かに、あんまり確かに俺やってない。本当ね、みんなの動画を本当僕参考にしてるんで。はい。エコさんこの間やってましたよね。そう、ツインズね、もうプライベートでもずっとツインズです、ね、最近は。いいですね。立ち回り方とかね、動き方をちょっと早くお願いします。分かりました。そこでまた、お二人とも 朝起きて早くお願いしますね。あ、分かりました。じゃあ待ってますから、こっちは。3時ぐらいに起きないといけないですね、そしたら。本当ですね。はい。行きますか？そうですね。1戦目行ってみましょうか。1戦目行ってみましょう。全勝しましょう、全勝、今日は。いいですね。全勝でいきたいですね。あ、でもキラーも分かってないみたいですね。固有の、あ、あったあった、後ろにありました。今後ろ、後ろ、おやばい、やばい、どこ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 、今エコさんの左です。降りて左の方、あっ、いったー、なんかあったぞ、あったぞ、さっきあれ、音が聞こえたぞ、あれ、あれ、見てる、見てるな、あ、送迎か、あ、送迎、え、嘘、やらしい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 、やらしすぎる、一瞬だけ期待させやがって、やらしい、なぜかこの上げて落とすみたいな、そういう流れだったじゃないですか。逆に下ろして上げられたよ、上げ、下ろして上げられた。なんだよ、やらしいな。やっぱりあれですね、60人のトップになるのは難しいな。フォールガイズ、あ、フォールガイズ、全然違うけど。結構もうね、クロートというか、もう俺らみたいな初心者はついていけなかったんですよ。はいはい、皆さんの YouTube 最初ね。でそこでココレモンさんが初心者用向けのって改めてなんか載せてくれたんですよね。はい、そうです、そうです。それ見て、あ、なるほど、発電機、そっか、5台の、あ、でこうやってチェイスして、なるほどみたいなのを一回そこでココレモンさんで一回勉強しましたもん。それをそう、エコーさんに見ていただいて、そっからね、そう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 、はい、嬉しいですよ。懐かしいね、懐かしいですね。なんかもうエコーさんは好きなパークとか決まりました？ここキラーですか？はい、僕はね、はい、ガラクタいじり。ああ、いいですね。いいですよね。もうやっぱあの赤ちゃんとか、うんうんうん、はい、赤ちゃん、まあ、リンちゃんとか、はい、スピード早く移動できるじゃないですか。そうですね、はい、だからもうボーンってそっちに飛んでってブッシュって。なるほどなるほど、音もなく、はい、でそこに迫害で入れて、はい、いたしか迫害で入れて、はい、地域を遅らせる。確かにいいですね。なおかつ地域恐怖症をつけて負傷状態にして、負傷状態にして、いや、もうエコさんもしかしてデッドバイデイライト4年ぐらいやってます？やってないです。今年デビューです。あ、今年1年目です。すごい戦略、うん、戦略的になってるなって思って。いや、もう本当勉強させていただいてますから。またハントレスだよ。あ、言っちゃった、ごめんなさい。大丈夫です、はい、だね。やっぱあんま言うのはね、こうパーティーでやってる時言うのはご法度らしいっていうのは僕も習ったんで。一応みんなが分かったら言うっていう、はい、分かったら全然マナー違反とかですよね。大丈夫だとは思うんですけど、はい、カスタムマッチとかだとね、みんなでワイワイできますけどね。気をつけます、一瞬でバレます。何、多いですね、今日ハントレス。今日そうですね、うん、ちょっとここでもさ、ハントレスって言わない方言っちゃダメですよ。今もう大人だったんで。はい、ですよ、つきそう。 OK、 すげえ。ここでもさ、治ったんですか？治りました、多分大丈夫ですよ。はい、グレイト、グレイト、強回しちゃってください。ああ、いいっすね、エコーさんがガンガン直してるから。はい、オッケー、一上がり、いいですね。いいですね。いいですよ。でもメメいた、メメ、ね、メメントモリあるんでしょう、怖いな。大丈夫です。その分の時間は、あ、
ちょっと離れるか。俺んとこ来たな。なんだこれ。何？クリスマスツリーだ。何をドンキなこと言ってんすか。こんな命をかけた戦いの時に。はい、降りますよ。オッケー。いいですよ。竹取ってますよ。竹取り開始ですよ。竹取り物語ですね。竹取り物語です。昔、今昔、竹取りの朗読し始めた。サバイバーっていうのありけり。あ、栄光さんが朗読したから。いやいや、冗談ですよ。いや、ナイス。え、何？いいですよ。陸壁。ナイス。やばい。そっか、次釣られたら終わりだな。ダメチリはついてない。次釣られたら終わりです。危ないですね。まあでもあと3台なんでね。はい。あ、これ僕死ぬかもしれないです。何？嘘です。大丈夫です。なんでその微妙な。え、でちくのぼさんまだゼロ釣りでしょ？ゼロ釣りです。ありがとうございます。ロッカーにインしてたんで開けられたら終わりです。あ、そういうことか。はい。さて、お、いいね。おめでとう。おっとおっと、ちょ、俺竹取り物語いきます。あ、いや、お願いします。朗読してください。今は昔竹取りの。やだやだ。エコさん、朗読、朗読ダメだ。朗読呪いの朗読だ。呪い。やばい。大丈夫です。じゃあ僕が今度、あ、これ呪いのトーテム。いや、ハントレス2連チャン。うまく当てるよな、本当に。そうですね。さて。ないですよ。あれだす。残り2台。おお。おお。多分ベメントモリだと次やばいですからね。そうか。ナイスです。よしよしよし。ナイスです。これでちょっと楽になる。いけるぞ。でここのマップってほんと見渡しいいですよね。そうですよね。なんか、うん、障害物が何もない。やばいです。ナイス。竹取りも何も俺しか狙われてないです。やばい。やばい。やばい。ちょっと待って。誰か竹取物語。変わりますか。よし。オッケー。ナイス。ナイス。ナイスすぎる。いいですよ。竹取り物語だ。よっしゃよっしゃよっしゃ。ナイスナイス。いいですよ。竹取り物語。分散した。肉壁物語じゃないですか。肉壁。あれですよ、朗読したらまずいですよ。朗読はダメですよ。禁止です。釣られるんだよ。がよしよしよし。ありがとうございます。オッケーオッケー。気持ちいいよ。今回苦肉の策を持ってきてるんで。あ、やばいな。苦肉の策って何でしたっけ。あれです、あの負傷状態が多くなればなるほど。危ない。ナイスナイス。多くなればなるほど治療速度が速くなるっていう。ああ、なるほど。はい、ピンチの時に役立つやつですね。なるほど。よっしゃ、たまった。何が。エコさん、はい、次やられそうになったら言ってください。なんだか頼もしいな。今度僕が竹取り物語してるんで。あ、オッケーです。残り2台か。こっち間もなくです。ナイスナイス。間もなくです。いいですよ。いいねいいね。こちらも間もなく。
いや、こちらが間もなくです。どっちも。よっしゃ。あ、ナイス。ナイス。やばい。やばい。ワンパン持ってそうで怖い。確かに。あ、メネモリ持ってきてるってことは。ねえ。可能性ありますね。怖いよね。まだチェイス中よ。オッケー。これゲートはどうします？全部開けますか？ちょい残していいですか？いいですよ、開けちゃって。開けちゃっていいですか？はい。オッケーオッケー。残り3分の1。お、怖い怖い怖い。間もなく。怖い怖い。開きます。ナイスナイスです。来てる。もう一個も開けた方がいいのかな。すごいよ。すごい、もう執着心が。この先輩を殺すまいとする。そう。どこ来てる来てる。はい、はい。あ、ちくのぼさん、それやられたら終わりじゃないですか。いける？です。あ、来た。あ、やっぱある。ワンパンある。ある。ワンパンかい。なるほどね。やっぱ持ってた。回復しよう。いや、でもちくのぼさん、でもこんな時こそなんか溜まったとか言ってたな。はい、なんか溜まってるって言ってたからな。いいぞいいぞ。僕はこの後英雄になる予定なんで。がっつりと。やばい。いけるか。おらー。ちくのぼさん、ちくのぼさん、俺にも英雄と言わせてください。オッケー。分かってください。あー、怖い。英雄と言わせてください。よいしょ。かっすいって。あ、かつぐ英雄アタック。英雄アタック。よし、ナイス英雄。ナイス英雄。ナイス英雄。出口へゴー。英雄になります、英雄になります。いける。ナイス。出口どこだ。出口、出口どこ。こっち、こっち、こっち。オッケーオッケー。どこだ。いける。どこだ。こっちか。エコさん、もう英雄終了しました。あー、大変これ。あれ、いけるか。開いてない。開いてない。あれ、どこだっけ。やべ、方向音出たよ。あ、さっき当たった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 。オッケー。あー、そこか。カノさん、これ出ましょう。いや、あいつは英雄だったよ。英雄だったな。英雄だったよ。英雄だったな。行ってください。危ないですね。行きましょうか。語り継ぎます。英雄だった。英雄でしたね。最後の最後ですごい展開になった。あ、ダメか。でさっきの、ああ最悪。英雄が、ああ、やられてる。英雄がやばいことなってる。やられてる。おっきな、大きなクリスマスプレゼントもらってるじゃん。本当ですよ。では漫画でもほら、英雄は最後ね、地球のために、そうですね、犠牲にして、あの、犠牲はつきものって言いますからね。そうそうそう、はい、かっこよかったな。いや、でもさっきは全滅でしたけど、今回はもう2人出ましたから。確かに。次はもうちくさんも連れて、みんなで出しですよ。みんなで出し、うん、ちょっとあのポイントがちょっといっぱいあるんで、一回ちょっと、そうですね、あのあれやってもいいですか。漏れちゃうともったいないんで。